ということで今流した映像なんですが、実はこれ沖縄で撮影した動画なんですよ。ただ戻って中身を確認してみたら、映像はねうまく撮れていたんですけども、音声がねしっかり撮れていなかったんです。沖縄の開放感に包まれてついつい熱く語ってしまったいい動画だったんですけども、どうにもこうにもねファイルを復元することができなかったので、改めてね撮り直していきたいなというふうに思ってます。で、沖縄で何を語ったかっていうところなんですが、タイトルにある通りトレーニングを約50日間休んでいた理由と、まあ、今後どうしていくのかっていうところを、まあ、話している内容になるので、今回改めてその話をねしていきたいんですけども、まあ、4月の中旬頃に青森桜マラソンにゲストランナーとして出場させてもらいました。それから約50日間、まあ、ほとんどトレーニングが積んでいないという日々を過ごしていきました。で、全く走っていないかっていうとそうではないんですが、まあ、週に1回ぐらいですね、まあ、5キロから10キロぐらいを、まあ、のんびりジョギングする程度、まあ、ワークアウトって言われるのハードな練習とか、まあ、ポイント練習っていうのはほとんどしていなくて、まあ、一部 YouTube の映像で残っている、まあ、ドイツに行って5キロのロードレースで出てみたりとか、マルオカップに招待されて3000メートル1本やってみたりとか、まあがっつり走ったのはそれぐらいかな。なんでこの50日間で、がっつり走った、まあ、練習っていうのは、まあ、その2本もしくはもう1本ぐらいどっかでやったぐらいなので、まあそれプラス、まあ、週に1回10キロ前後のんびりジョギングする程度なんで、今まで過ごしてきた環境と比較するとまあ走ってないよねというようなね日々を過ごしていました。まあその理由をね、なぜ練習をずっと休んでいたかっていうところの紹介をねしていきたいんですけども、まあ昨シーズンのマラソンの結果が大きく影響しているということになります。で、僕昨シーズン2022年度シーズンマラソンで自己ベストを更新できてるんですよ。まあ別府大分毎日マラソンで2時間38分28秒と記録が出せて、まあ、自己ベストになります。で、2時間40分って大台を初めて切れたんですよ。で、この2時間40分の大台を切ったっていうのが僕の中ではめちゃくちゃ大きいんです。で、なぜかっていうと、僕5年前に市民ランナーとして走り始めたんですが、その時に当時立てた目標が生涯を通じて2時間40分は切りたいっていうのを目標にしたんですよ。で、どこから算出された記録か、目標タイムかっていうと、まあもう一度ね、走り始めるんだったら、ある程度頑張りたいっていう気持ち半分と、まあもともと陸上競技大学までやっていて、まあ燃え尽き症候群で、走るのがほんと一切嫌いになってるわけですよ。で、もう一度追い込みすぎると、また走るのが嫌いになるんじゃないかっていう怖さがあるので、追い込みすぎたくないって気持ちもあるんですよ。その絶妙なライン、ある程度頑張りたいんですけども、追い込み過ぎたくない、それでギリギリ達成できるタイムは何かなって考えた時に、まあ、2時間40分っていうのが、まあ、5年前に出たタイムだったので、それを生涯の目標タイムにしようってことで算出されたんです。まあ今思うとね、かなり絶妙なねいい設定をしたなというふうに思うんですが、まあその目標が昨シーズン達成できたというところになります。で、そのね達成した瞬間、僕の中でなんかねスーって降りてきた感覚があるんです。まあ、周りからね、まあ、5年前に達成目標でしょ、もう素人が立つ目標だったんだから、まあそれを昨シーズン達成できたったら、まあ次の目標、まあ2時間30分とか頑張ろうよってことをよく言われるんですが、なんかね達成した瞬間そのまま、じゃあ次もう一度自己ベスト更新しようとか、次は2時間30分だっていうことをなんかねうまく移行できなかったんですね。なんかあ達成できたっていうのでスッと降りてきて、これで僕の市民ランナーとしてのまあ第一章が終わったなっていう感じができたんですよね。で、当時5年前の環境と今の環境って全然違うんです。今ってランニングの仕事めちゃくちゃいっぱいもらえるようになったわけですよ。で、5年前ってもうランニングの仕事なんか何もないし、ランニングの仕事をしよう、ランニングを仕事にしようとも思っていなかったわけですよ。まあ走りたい時に走って自由にやればいいかなっていうふうに思って始めたんですが、今って本当にね、いろんな仕事をもらえるようになったので、まあこの第一章が完結しても、ランニングをやめるっていう考えはなかったです。もちろんね、ランニングの仕事も今後継続していくので、走ることは続けるんですけども、
なんか、まあ、分かりやすく言うとタイムを追っかけることが、まあ、必要なのかどうかなっていうところを疑問に感じたというところです。まあ、5年前に生涯を通じて2時間40分を切るっていう大きな目標を達成できたので、まあ、ここからタイムを追えずにいろんな楽しみ方があるんじゃないかなってところを、まあ、最初に考えたんです。で、この5年間でいろんな出来事があったわけですよ。で、もともと僕陸上競技出身なので、もうとにかく1秒を削り出すっていうことしか考えていなかったし、もうファンランって言葉なんか知らなかったわけですよ。ただこの5年間で、まあ、1秒を削り出して取り組む楽しさも知っているし、もう一方でタイムを追わない、まあ、ファンランみたいなものの楽しみも覚えたんですよ。両方覚えて知ってしまったわけなので、まあ、今回第一章が終わって、第二章を始めた時に、別にタイムを追わずにファンランだけでも十分ランニングで楽しいよね。そこでいろいろ活動していけばいいかなっていう思いもあったわけですよ。なんでどうしようかなっていうところの考える期間が、まあ、この50日間っていうところでした。なんでもちろんね、第一章が終わって、第二章のランニング人生始めるんですけども、もうタイムを追っかける必要があるかどうかっていうところが僕の中でずっと引っかかっていて、ランニングの仕事はもちろんやっていきます。まあレビューとかね、クルーとか運営いろいろやっていくんですけども、別に僕自身がまあそのランナーとしてゴリゴリにやっていく必要あるかどうかなっていうところをね、まあもう一度ちょっと考えたいなというふうに思って、まあトレーニングは一回休んでみて、まあどういう感情が芽生えるかなっていうところの期間が、まあ今回50日間というところになりました。で、実際この50日間真剣に考える上で、なんか一回バスってトレーニングを休んじゃった方が、まあどういう心情になるかな、あくまん別に走んなくてもいいかなっていうふうに思うようになるのか、それとももう一回走強く、早く走れって感じになるのか、まあそれが知りたかったので、まあがっつり休んだというところになります。で、まあ結論をね、お伝えていきたいんですけども、改めて6月から、僕の中での市民ランナーとしての第2章をスタートしようというふうに思ってます。で、ランニングの仕事ももちろん継続していますけども、僕個人としてどうしていくかっていうところなんですが、結論としては、もう一度、高みを目指そうというふうに思います。まあ、これが結論になります。まあ、要は、フルマラソンを中心にトラックもそうですけども、自己ベスト更新を狙っていきます。まあ、トラックの自己ベストは学生時のね、記録を狙うのってもう難しいので、まあ、その自己ベスト更新がねメインになってくるというふうに思うんですけども、まあ、昨シーズン叩き出した2時間38分28秒という記録はもう一度超える取り組みをしようかなというふうに思います。これが僕の中での結論ですし、まあ、第2章はここをね、まあ、目標にしていきたいなというふうに思うんです。で、なぜこう思えたかというところなんですが、まあ、実際に休んでみていろいろ考えたのは、もちろんタイムを追わない、まあ、ファンのランニングをすごい楽しいなというふうに思ったんですが、まあ、自己ベスト更新を狙ってトレーニングしていく自分もなんか今振り返ると、まあ好きだったなーという感じですね。まあ早く走ってる自分も好きだったし、まあ何か目標に向かってがむしゃにトレーニングする自分もやっぱ好きだったし、なんかやっぱ大人に大人になって一つのことに集中してね頑張るってはなかなかないわけですよね。まあそれがもう一度見つけられたっていうの、この存在やっぱすごい大きいなってことを感じたので、やっぱりもう一度まあ自分自身の戦いというか、まあレベルアップというか、まあさらに高め目を目指すっていうことをねやっていきたいなというふうに思っています。で、今現状でまあタイムをいくいつ目指すっていうところはまだ決めてないんですが、まあ自分自身のまあ、目標を分かりやすく設定するためにも、まあ、フルマラソンで何分を目指しますっていう方がね、分かりやすいかなと思うので、まあ、近々ね、発表していきたいなというふうに思います。まあ、何分を目指しますと。要はね、まあ、見てるファンも応援しやすいだろうし、僕も、まあ、目指しやすいかなと思います。ただ、まあ、今年中にとか、来年中にっていう細かいところまで決めるか別として、まあ、第2章の高みとして、まあ、どこまで目指すかね、改めて別に、ね、紹介していきたいなと思います。まあ今回はね、まあまとめとしてなりますけども、まあもう一度高みを目指すというところなんで、今まで通り、まあ両軸でね、楽しんでいきます。まあファンランもイベントとかもいろいろやっていきたいし、まあ自分自身も一ランナーとして、まあ記録を目指していきたい、今まで通りやっていきたいなと思うんですが、大きく変わるのは、取り組み方はね、ちょっと変えようかなっていうふうに思ってます。第一章っていうのは、まあ仕事もまあ忙しくありつつランニングだったので、まあ忙しい中でどんだけ、
どうやって時間を算出して、まあ、効率のいいトレーニングをやろうかっていうことを結構注力して考えたんですが、今ね、仕事、メインの仕事もそうですし、ランニング授業もある程度落ち着いて、まあ、自分の時間で持てるようになったんですよね。ランニングに割く時間も結構取れるようになったので、まあ、第一章とはちょっと違った取り組みとかはね、やって高みを目指していこうかなというふうに思ってます。まあ、第一章の時はね、結構自分の中でもプレッシャーというか、周りの目を結構気にしていたんですよね。やるって言ったかには何としてもやらなきゃいけない、もう周りの目を気にしなきゃいけないっていうプレッシャーが結構あったんですが、第2章はね、もうちょっとラフに行こうかな。まあ目標は達成したいなという思いはありますけども、もうちょっと楽しい、新しいアプローチとか、覚悟で、まあトレーニングね、やっていきたいなというふうに思いますので、それもね、まあ楽しみにね、してほしいかなというふうに思います。まあ改めてになりますけど、もう一度ね、まあランナーとしても頑張りたいし、インフルエンサーとしてもいろいろね、活動していきたいなというふうに思いますが、近々ね、まあ、こんな目標をね、やるということで、まあ、マラソンがメインになると思いますのでね、改めてね、目標タイムね、発表していきたいなと思いますので、第2章もね、改めてね、まあ、皆さんね、応援してくれたら嬉しいなというふうに思います。